おはようございます。今朝の6時です。バンコク着いて3日目なんですけど、なんと寝れなくて一睡もしておりません。どうしたんでしょう。ベッドに入っても本当寝れなくて、寝つけなくて、でめちゃめちゃお腹空いてて、それならもう朝早く行動して、朝ごはん食べに行こうかなと思って、今朝ごはん食べに向かってます。はい、カオマンガイ注文しました。私がもともと歌ってた六本木のライブバーの先輩がすごいよくタイに行き来してる方で、その方先輩がおすすめしてくれたんですよね。ここの店、ここの店のカオマンガイ絶対食べてって、おすすめしてくれたので、いただきたいと思います。はい、鶏肉すごいしっとりしてて、お米もなんかこう ふっくらしてて、臭みもなくて美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、カオマンガイ美味しかったです。もう朝の7時とかなのに暑すぎて、なんかもうすでに疲れが今日一日やっていけるかな。はい、ちょっともう暑すぎるので一回マックで涼みます。朝の7時なのに暑すぎです。なんかこのゆずレモンソーダっていうのがなんかちょっと気になったので買ってみました。90円ぐらいとかですかね。パッケージがなんかタイっぽいですよね。マックのマスコットキャラクターもタイのこの両手を合わせたポーズをしてますね。ちょっと今日はショッピングしようかな。あんまりなんかもう今日は観光して歩く気力がないかも。暑いし疲れてるし、またカフェでのんびりしたりしようかな。ちょっと広すぎて全部は回りきれないですけど、H&M とかザラみたいな安いお洋服屋さんからブランド物とか、目の前に無印入ってる。ユニクロもあるし、伊勢丹もあるし、結構いろいろ入ってますね。さっきのセントラルワールドの隣のサイナム駅というところにあるこのサイナムパラゴンっていうショッピングセンターもかなり大きいみたいなんで、こっちにも行ってみます。はい、たまたま歩いてて、なんか脇道みたいな細道みたいなところ、地元の人しか多分通らないだろうなみたいな屋台街みたいなところを見つけて、そこに入ってきて、指差しでこれとこれとこれみたいな感じでちょっと注文してみました。ご飯の上に揚げた鶏と、なんかガパオライスみたいな感じと、野菜とナスかなこれと卵で、70バーツなんで280円しないぐらいとかですかね。こんだけのボリュームでそれだったら安いですよね。ちょっとところどころスパイシーですけど、でもこの卵と合わせて食べたら少しマイルドになって、味付けはすごく美味しいですね。いや、結構ガパオの部分がめっちゃ結構辛かったですね。でも辛くても食べれるようになりました、昔と違って。ごちそうさまです。はい、マンゴースムージーを買いました。ちょっと屋台もね、クーラーとかないんで、暑いんですよ。こんな感じのぎゅうぎゅう詰めの屋台です。今私がいるこのサイアム駅とか MBK センターっていう、まあ、場所、結構おしゃれですね。なんか若者の最新の街みたいな結構綺麗だし、おしゃれ。ちょっと私にはもう通用しなくなってきてるんですよね。そのティーンエイジャーが好きなファッションとかタピオカとかがもうアラサーには響かなくなってきてるので、汚い屋台の方が私はこう海外に来たって感じで楽しいですね。なんか今時でモダンなそういう K-POP の感じの若者が好きそうなショップと、
一本脇道入ったらあの雑多な屋台みたいなとかショップが並んでる感じがこう入り組んでて面白いですね。この目の前のでっかい建物が MBK センターだそうです。なんかもうめちゃめちゃいっぱいお店が入ってるって書いてあります。行ってみましょうかね。とりあえずドンキンドーナツ出た。私のニューヨークでの苦い思い出、ドンキンドーナツ、雑巾の味がしたドンキンドーナツ、いっぱいあるね。飲食店だけでもそんだけの数があるからすごいですね。あのさっきのショッピングセンターとかとはちょっと違って、こういうあの市場とかマーケットで売られてるような雑多な感じのショップがすごいたくさん並んでます。めっちゃ久々に食べました。マジで本当に久々、大学の頃よく食べてたけど、でもやっぱ美味しいね。なんかちょっと塩が効きすぎな感じもするけど美味しいです。多分8階ぐらいまであるんかな。一個一個のフロアがすごいでかくて、本当あの市場みたいな感じで迷路みたいになってて、外国人の観光客でごった返してるって感じですかね。もう夕方ですね。寝てなくて6時半に朝ごはん食べに行って、そっからずっと歩いてショッピングしてた。今日は歩かないと決めてたのに、結局ショッピングするってなると結局歩きますよね。六本木で歌ってた時のその先輩がね、ここの店も美味しいよって紹介してくれた店が宿の近くにあるので、そこにあの鍋を食べに来ました。あのチムチュムって言ってタイの東北料理らしくて、そこがねなんか美味しいよって言われたので、これを今から食べたいと思います。なんかいろいろ海鮮とお肉のミックスの鍋にしました。これで800円ぐらいとかだと思います。いただきます。ちょっとスープが辛いかなって気もするんですけど、でもあのあっさりしてて美味しいです。はい、すっごい暑いですけど美味しかったです。ごちそうさまでした。では宿に帰りたいと思います。はい、今日も無事に宿に帰ってきました。それでは寝ます。おやすみなさい。